皆さんこんにちは。ニールセレクトショップの玉江と言います。私たちはインターネットで腕時計の販売をしています。でこのニールチャンネルではですね、主に新作の紹介とか、あとは新しい技術の紹介とか、腕時計に関するいろいろな情報をですね、皆さんにお伝えしていけたらいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。今日はですね、2022年9月に新発売になりましたグランドセイコーのですね、 GMT の針を搭載したクォーツモデルですね、こちらをご紹介していきたいと思います。グランドセイコーにはですね、今コレクションとしていくつかコレクションありましてね、ヘリテージコレクションとかエレガンスコレクションとか、マスターショップ、ね、以上のモデルになるとまたいろんなコレクションまた別にあるんですけども、その中で今回スポーツコレクションね、スポーツコレクションっていうとやっぱりちょっとスポーティーなデザインになるとか、あとはバンドがね、メタルとかレザーバンドじゃなくてメッシュのね、バンドのモデルなんかもあったりします。まあ、今回 GMT の針を搭載していて2カ国表示ができるというスポーツタイプのデザインということで、スポーツコレクションの中の一員としてのクォーツなんですけど、そもそもね、このスポーツコレクションの中の GMT モデルって他にももう2種類出てて、スプリングドライブね、グランドセイコーが誇る世界で唯一のムーブメントのスプリングドライブを搭載したモデル、これが SBGE253255、 それから257かな、ブラックとブルーとグリーンのカラーのねスプリングドライブ搭載モデルがあります。で次メカニカルもあるんですね、機械式ですね、これが SBGM245247、 これはねブルーの文字盤とカーキ色のね文字盤、ちょっとスポーツコレクションなんでかなりスポーツによったようなねカラーリングのモデルが出てます。これらまあスプリングドライブモデルでメカニカルモデルね、今回クォーツモデルなんですよ。でちなみにお値段がですね、スプリングドライブのモデルは1本71万5千円なんです。まあ、高いですよね、スプリングドライブやからしょうがないんですけど。で機械式の方でも63万8千円なんです。 GMT 針搭載したね機械式時計で、今回このクォーツだけに一番やっぱお求めやすいお値段になっておりまして、税込みで38万5千円ですねになってます。一番まあ38万5千円、安くはないですよ、もちろん安くはないですけども、グランドセイコーの GMT 搭載モデルの中ではちょっと求めやすい価格帯になったかなという感じがしてますね。それともう一つ先行でね出てたスプリングドライブとメカとの違いで言うとですね、スプリングドライブのモデルもメカニカルのモデルもケースの直径が 40.5mm やったんですよ。でこれでもね、どちらかというとスプリングドライブなんかちょっとキャリバーがね大きいから 41.5 でも結構そのダウンサイジングされたなっていう感じのサイズ感なんですけど、一昔前 42mm とか 43mm、 45mm とかもありましたよね。一昔前その大きい時計が流行ってた時代からちょっとこうダウンサイジングされた大きさが好まれるような時代になってきてるんですけども、で 40.5mm やったのが今回クォーツムーブメントもちっちゃいんでね、さらにもうちょっと小さくできて 39mm ですね。まあちょっと小さめで厚みもね 12.3mm ってことで、ちょっと小ぶりなモデルになったかなという感じですね。まあスーツ着てね時計するときなんかあんまり大きいとちょっと袖に入らんかったりとかしてゴロゴロするんで、このぐらいのサイズ感だとすごく使い勝手がいいのかなというふうに思います。で今回スプリングドライブメカニカルクォーツなわけですけども、クォーツってまあセイコーウォッチがね世界で初めて量産化した、腕時計に搭載して量産化したムーブメントなんですけども、グランドセイコーのメカニカルモデルって実は岩手県のね雫石ってところで作ってるんですよ。でクォーツとスプリングドライブっていうのはセイコーエプソンが作ってるんで、長野県の諏訪で作ってるんですよね。で諏訪にねセイコーエプソンの工場あるんですけど、そこに行くと1階にね昔の時計とか、まあ、こんな風に技術が進んできましたよみたいなことを展示してるコーナーがあるんですけど、そこにね一番最初のクォーツ時計っていうのを飾ってるんですよ。もうね高さね2メートルぐらいで、幅なんやタンスみたいなもんやね、幅 1.5 メートルぐらいか、タンスでもないか家に、あんまタンス見えひんな、自動販売機みたいな感じだね。で銃装えてるところに時計がポンってあるんですよ。であと全部機械なんですね、全部機械で、そんだけの大きさでようやくこの時計がそこでができたという最初のクォーツ、あれはもう腕時計じゃないけど置き時計の世界ね。そこから技術革新がどんどん進んでいって、こう腕に乗るサイズにまでできたと、セイコーウォッチがねそこまでやったっていうのがまあクォーツの歴史なんですけども、グランドセイコーのクォーツっていうのはこれまたもう一つすごくてですね、今回 QF クォーツっていうのをね搭載してます。グランドセイコーのクォーツ時計のムーブメント QF ですね。 GMT 搭載してるんでこれ QF86 っていう
ムーブメント積んでるんですけども、そもそも QF フックを釣ってないねっていうことなんですけど、まず正確さと見やすさね。で、1993年にグランドセイコーのためだけに開発されたんですよ、 QF フックを釣っていうのは。で、精度はね、なんと年差プラスマイナス10秒、1年間で10秒しか、まあ、前後10秒、だからトータルで20秒しか狂わないとっていう、まあ、圧倒的な精度です。1年ですから360日かけて10秒しか狂わないという精度を誇ってます。あとね、その瞬間日送り機構っていうのを搭載していて、夜中の0時0分になったらパチンって変わるんですよ、デイトがパチンって変わる。これはバネをずっとたわましてえ0時0分0秒の時にこれを外すということでパチンと切り替えるんですね。これが、まあ、瞬間日送り機構です。なかなかね、これもね、簡単に思ってしまうけどものすごく難しい技術なんで、それをまあ搭載しているということですね。あとクォーツってステッピングモーターっていう、まあ、電気ですよね、モーターを使って針を運針するんですよ。だからトルクがちょっと少ないんですよね。逆にその機械式時計っていうのは全枚グイグイって巻いてそれがバーッとほどけていく力を使って運針するんで、すごくトルクがあるんで、何が変わってくるかっていうと太い針をね乗せれるんですよ、機械式って。でもクォーツってモーター使うからトルクが少ないんでね、やっぱ針重たくできないですよね、回せなくなっちゃう。いいとこ取りしたんがね、スプリングドライブやっていう話もあるんやけれども、クォーツでもなんとかその力強い針を乗せられへんかと。グランドセイコーはこうデザインとしては力強さっていうのをすごく意識しているので、これになんかひょろっとしたね細い針ついとったらあかんやないかいということで、ツインパルス制御モーターっていう機構を開発したんですね。これによって機械式時計と同じぐらいのトルクを、ね、発生するムーブメントがね出来上がって、今、まあ後から一緒に見ますけど、太くて、ね、力強い針をクォーツでも乗せることができるようになったんですよ。やっぱりね、ここまで高価じゃないクォーツ腕時計ってね、やっぱ針すごく細くてひょろっとしてます。同じセイコーでもね、やっぱりちょっと安価なモデルなんかはやっぱ針すごく細くなってたりとかするんですけど、グランドセイコーはそれは許されないと。力強さの象徴であるね、この自分心、これはしっかりと力強い針を搭載するんやという挑戦ですね。まあそんなクォーツなんですけども、グランドセイコーだけに搭載されているムーブメントになりますけど、1993年にこの QF クォーツが開発されたんですけど、GMT ってその時当然乗ってなかったんですよ。三振のクォーツだったんですね。で、GMT の針を乗せようという開発者たちの思いっていうのも93年からずっとあったらしいんですけど、なかなかね、乗り越えるべきハードルがすごく大きい。これ、針3本ついてるのと4本ついてるのとの違いだけちゃうんかいと思うかもしれへんけど、GMT 針を動かすために、やっぱりそのためのものすごく莫大なシステムが動くわけなんで、1本針が多いっていうだけじゃないんですよね。QF クォーツの特徴もう一つね、地震と分震と秒針が、まあ、今回これ GMT の針もついてるので4つ目の GMT の針もこれも全部独立して動くんですよ。どういうことかっていうと、通常地震とか分震とか秒針の歯車って触れ合ってるんで、分震をクリクリって動かしたらやっぱり秒針とかもちょっとピクって動くんですよ、歯車も触れてるんでね。それはかっこ悪いやないかいという話なんです、グランドセイコーの開発者たちとしては。なのでこの触れ合っている歯車を絶対触れ合わさないように設計されてるんですよ。なのでそれぞれの針が独立して動くっていう機構になってますよね。だからこれを取ってもやっぱり1個増やだけちゃうんかいって話でもないということになるし、時空系に針が1本2本3本4本ってね乗っていくわけですよ。これくっついとったらあかんからね、当然話しとかなかでしょ。なら厚みもね増えるわけなんですよね、4本目針乗せよう思ったら。そこも解決していかなくて、素人目に考えてもこのぐらいのことは分かるんやけども、一番の問題がね、素人には分からないやっぱ開発者たちの苦悩というかね、問題が地震だけを単独で動かして時差修正をするっていう機構をどない乗せるかやったらしいんです。これどういうことかっていうと、なんせね年差がプラスマイナス10秒っていうめちゃめちゃ高精度で動いてるわけですよ。で海外行くでしょ、海外行ったら時差修正せなあきませんじゃないですか。そのためのまあ GMT の針なんで、その時に時差修正する時にグイって全部ねリューズ引いて時間グリグリって合わせ直したら、その時秒針止まるからね、時間を修正してる時に時間狂うやないかいって話なんですよ。せっかくものすごい高精度で動き続けてるのに止めたらあかんねん。腕時計を止めずに
時差だけ修正せなあかんっていうのは、これが大事なんですよ GMT はね。だから地震だけが動かなあかん、分針も秒針もそのまま今のね時を1秒1秒刻み続けている状態の中で地震だけを動かさなあかんですよ。これをまずやれるんですよ。なんかこれをやるのと、さっき言ってた瞬間日送り機構ね、これがねどうしても一緒におられへんのですよ中で。でさっき言ったあのバネタワーマシンパチンってする機構と地震だけを動かす機構というのはどうしても一緒存在できへんという、これトレードオフの関係だったよね。だからなかなか GMT の針を搭載した QF が出なかったんですよ。まあでもね、私ら普通の素人から考えたら、まあ、ほんともう瞬間日送り機構は諦めたらいいやんって思うじゃないですか。 GMT にはついてまへんってすまへんって言うたらええと思うんやけど、やっぱり彼らは QF クォーツという出来上がったねクオリティのものをかけさすことなくその上に GM と乗せなあかんねやっていう、まあ、そういうやっぱりこれ開発魂なんですかね。だからとことんまで突き詰めて、とうとうなんかね筒車っていうね部品があるんですけど、そこの中にある時ジャンパーっていうねあのパーツを作り変えるというか、形状を変えるというか、まあ、作り方を変えるというか、まあ、それでなんとかいけるぞという、これやってできるんちゃうかということで GMT 機能が搭載されたんです。やっとねこの QF86GMT が搭載されたムーブメントが発表されたのが2018年なんですよ。最初に QF が発表された1993年から25年の月日が経ってるんですね。 GMT の機構を組み込むだけで四半世紀ですよ。四半世紀開発するっていうね、これもほんまにロマンですよね。やろう思ったら、さっきも言ったようにトレードオフの関係一つのけてしもたら、こんなん入れるやこっちのけるやっていう話でやればできたんやけど、それしないっていうのがもうこれがもう本当にグランドセーフの美学なんですよ。これはもう絶対に価値を退化させない、技術力を退化させない、それに乗せていくんやっていうね、上に上に乗せていくんやっていう、この技術に対する思いとか開発に対する思いっていうのはもう連綿とね、もうこれはクォーツだけじゃないし、機械式もそうやし、スプリングドライブもそうやし、出るモデルが常にそういう感覚で生まれ続けてるので、それがやっぱり世界にね誇るグランドセイコーのすごさかなというふうに思いますね。まあ、あとちょっとクォーツのよもやま話というかね、クォーツについてちょっとだけ補足説明しておくとですね、まあ、クォーツって何のことやったら、クォーツって水晶のことなんです。水晶イコールクォーツなんで、水晶を使って時を刻むからクォーツ時計っていうんですけども、クォーツムーブメントとかね。でこの水晶っていうのは何や言うたら、まあ、天然にもゴロゴロはないか、鍾乳洞とかいったら転がってますよね、あの水晶です。大昔はね、もしかしたら天然で使ってるかもしれない、今は人工でね水晶を作って、それに電気通したら一定の3万6000やったかな、んか1秒間にそのぐらいで振動するんですよね、水晶の性質として。でそれを1秒にステップモーターで刻み直して針を運針して時を刻むわけなんですけども、この、まあ、人工で作る水晶とはいえ個体差があるんですよね、一個一個に全く同じものができへん。で古くなったらだんだん精度落ちていくような水晶もいっぱいできちゃうんですよ。でもグランドセイコーは年差プラスマイナス10秒って言っちゃってるわけやから、 QF コースはね、だから5年経ったらちょっと精度悪なったわって、いやそらしゃあないって水晶古なったんやからって言うわけいけへんから。なんで水晶出来上がるでしょ、人工水晶出来上がるじゃないですか。だからその一つ一つに一定の電圧をかけてね、エイジングっていう作業をするんですよ、グランドセイコーは。エイジングって最近そのお肉とかもねちょっと寝かしたら美味しいとか、お魚もちょっと寝かしたら美味しいとかいう、まああれもエイジングっていうけど、まあそんなイメージかな。水晶に電圧をかけてずっとかけ続けた状態で3ヶ月間もね寝かすんですよ。で3ヶ月間寝た後でもちゃんと精度を保っているやつをピックアップして使うっていう、すごい手の込んだ作業をやってるんですよね。あんまりね他のメーカーでクォーツメーカーでこんななんかやってるとこないと思いますよ。さっき言ったその4軸がねバラバラに動くっていう話しましたよね、その独立してあの針が動くというような機構もそうやし、瞬間日送り機構ね、さっきから言ってるパチンって変わる機構とかも、こんなんもね他のメーカー ほとんどないんで、すごく珍しいグランドセイコーにしかない技術やと思ってもらったらほぼ間違いないですね。私グランドセイコー大好きでですね、時計に携わってもう23年になりますけれども、やっぱ舶来の時計もまあいい時計いっぱいあるし、あの国産でもいっぱいいい時計あるんやけども、やっぱり日本が誇るというかね、世界に立ち向かっていける
まあ、カンタルブランドってやっぱグランドセイコーちゃうかなと思ってるんです。スプリングドライブっていうね、他のどこも作れないムーブメントを作るのもそうですし、機械式もそうやし、クォーツもそうやし、ものすごい高い精度と高い加工技術をね使って作られてるんですよ。同じもんを舶来の時計メーカー作ったらもう多分5倍ぐらいしますよ、値段ね。こんなん絶対30万円台なんかできるはずがないんですけど、まあそういう、グランセコーもっと値段上げたらいいのになと、まあ一ファンとしては思ってるんやけど、そうなるとね、やっぱお客様のお手元にこうお届けしにくいから、やっぱりそういう意味ではちょっと値段下がった方がいいかなと思ったり、ちょっと複雑ですけどね。グランセコーちょっと好きすぎて長くなっちゃうってね、申し訳ない。たった2つのモデル紹介するのもね、なんでまあ要さん喋りすぎたんですけども、ちょっとディティールをね、デザインどんなとこ優れてるのかとかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではですね、それぞれのねカラーのディティールを見ていきたいと思うんですけれども、こちらがですねブラック文字盤ですね。ブラック文字盤で新版 SBGN027 ですね。ケースの直径が 39mm で、厚さが 12.3 ですね。で、重さ 151g ってことになってますね。ベゼルにこの24時間のね、あの表示が刻まれてるんで、この GMT の針っていうのは24時間で一周するからね、この地震は12時間で一周するでしょ。一周する時間が違うんで、今10時10分やけど、これ GMT の針で見るとここ10時やからね。でも通常の地震で見るとここが10時でしょ。そういう風に GMT の針使うことで2カ国の時間が表示されるということになりますんで。で、今回ね SBGN027 見た時にね、ちょっと一番びっくりしたのは、スポーツモデルやのに、なんやそのシルバーとブラックで、この GMT の針ホワイトになってるから、ものすごいシンプルに仕上げてきたんやけど思ったわけですよ。通常なんか差し色入れるんですよね、こういう時って。例えば GMT の針だけ赤くしてみたりとか、スポーツコレクションというとそういうスタイルなんですけど、今回これ本当にシンプルなシルバー&ブラック、王道のカラーリングなんですけれども、なかなかここまで自信を持って差し色なしで出してくるってすごく珍しいなと思いました、ね。この GMT の標準とこだけでも赤にしたりとかありそうでしょ。ありそうやけど、この完全に白黒で勝負してきたっていうのが、なんかすごい自信の表れかなというふうに思いますね。で、見ていただいたら分かるようにですね、この12時と6時、それから3時と9時、このインデックスがちょっと大きくなってるでしょ。これクロスラインって言うんですけど、十字のねラインクロスラインって言うんですけど、腕時計ではこのクロスラインをはっきりさせることで視認性を高めるという効果があるんですね。12時6時3時9時がパッと目に入ると、瞬間的に人間は今何時何分ってことが分かるんですよ。まあ、それをだからしっかりとこのクロスラインを強調してね、デザインされてるっていうのが本当の実用的なところまで考えてるってことですね。で、もう一つ特徴的なのはこの4時1のねリューズですね。リューズにも GS って入ってますけども、スポーツモデルに結構多いんですけども、まあ、手首に干渉するっていうね、3時にあったら手首に干渉するから4時1に持ってくるというスポーツモデルに多いデザインなんですけど、まあ、GS の場合ね、まあ、ここ見てくださいね、ザラつ研磨の技術が半端ないわけですよ。すごないですか、この輝き方。表面とねヘアラインを使い分けて、この輝きを分けていくというね、輝き方が違うじゃないですか、表面とヘアラインでね。それをこのザラつ研磨の技術がすごいんで、どちらかというと このねザラつ研磨の美しい面をより強調するためにリューズが4時に逃げてるみたいな、そんな印象を受けるんですね。私は手首に干渉する動向の話でなく、ここ見てよっていうね、ここしっかり見てねっていう、まあこっちはもちろんねフルであるわけですけども、そんな風に感じてしまうなというところがありますね。バンドもね、まあ3連なんで結構スポーティーなバンドデザインになってるんですけども、サイドが鏡面になってるんですね。サイド鏡面で表面はヘアライン仕上げになってると、すごく美しいですね。これバンドもね、やっぱりグランドセイコーのバンドって違うんですよ。セイコーの中でも他のブランドのバンドとは全然その精度とかクオリティが全然違うんで、触った感じも全然違いますね。はい、つけてみますとね、こんな感じですね。ちょっとこれバンド調整してないんで持ってますけども、 39mm ってこういう感じなんですよ。私腕の太さが 16.5cm なんで、だからそれでこんな感じですね。まあ小さすぎるってことは全然ないと思うんです。ただ全く大きすぎる感じがないというのが特徴ですね。やっぱ差し色がないのが本当に逆にだから新鮮というかね、シンプルに追求してきたっていう感じかな。
はい、続きましてですね、こちらネイビーの文字盤のモデルですね、 SBGN029 になります。これはね、しっかりと差し色入ってますよね。 GMT のねロゴと、それから GMT の針まで全部赤くねすることでスポーティーなデザインになってます。まあスポーツコレクションみたいな、そうこういう感じなんですよ。絶対差し色持ってきて、まあ、その、まあ、差し色もそうやけど視認性もいいようにっていうこともあるんやけどね、かなりね濃紺ですよね。これまあいわゆる GS カラーですよね。 GS といえばこの濃紺カラーで、ちょっと文字盤がね光が入ると輝く。風防ね、まあ、当然のことですけどもサファイアガラスですから視認性ものすごく高いですね。傷もつきにくいです。で同じように24時の切り込みがベゼルに入ってます。 GMT モデルですね。バンドはね先ほどのやつと全く一緒です。3連ですね。で4時1のリューズ、それから何度も言うけどもうこの研磨の凄さ、こんだけその研磨の技術を持ってここまで美しく仕上げる時計メーカーあるかなと思うけどね。何百万もするような舶来の時計でもここまでやってへんんですよ、ほとんどのメーカーがね。そこどうやねんと私はちょっと思うわけですけども、いつも。はい、いかがでしょうか。ネイビーの文字盤ですね。まあこれまあせやな、グランドセイコーではこの色やから、この色ええなあいう感じもするな、やっぱり。はい、装着するとこんな感じですね。まあネイビーいいですね。スーツもね黒ばっかりやったらね飽きてくるし、やっぱネイビーのちょっと明るい色のスーツ1枚欲しいなと思ったりするわけですけども、腕時計もやっぱ黒はまあ1本欲しい、で白も次に持っときたい、でも次ネイビーかなっていう感じするんですよね。ボンあると嬉しいネイビーカラーですね。いかがでしょう。光が当たった時にバンドもこう全部ね光が反射していくというこれ綺麗ですね。はい、ちょっと両モデルね並べてみておきましょうか。ブラックとネイビーですね。光が入った時にちょっとこう表情が変わるネイビーとね、黒と白シルバーで勝負してるブラック、なかなか特徴的な2つのカラーになってるのかなと思いますね。ぜひご検討ください。お値段は両方ともですね、両カラーとも税込みで38万5千円になっております。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、あのグランドセイコーの GMT ですね、 GMT のクォーツモデル QF86 を搭載した GMT クォーツモデルを紹介させていただきました。これザラツ研磨の技術も半端ないしね、なんせ見て美しいんですよ。最初に申し上げたように中もすごいことになってるんですけども、それ見えへんからね、我々には見えへんけど、装飾というかね研磨の技術と、あとやっぱシンプルさですか、やっぱ見て美しいで中もすごい、まあ、これがやっぱグランドセイコーのね素晴らしいところかなというふうに思います。他にもねこんな時計紹介してほしいとか、機能について聞いてみたいとかいうことあったらコメント欄にねどんどんコメントください。それから高評価ボタンとチャンネル登録ですね、ぜひぜひお願いしたいなと思っています。これからもね、あのお客様が腕時計をお買いになるときにね、選ぶときに必要な有益な情報であるとか、あのまだ買われへんけどいつか買いたいなみたいなことでご覧になっていただいたときに楽しめるようなね、そんな動画も作っていきたいと思ってますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。本日のね動画はここまでになります。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。ちょっと喋りすぎかな、みんな聞き飽きるんちゃうこれ、こんなしゃべりだから水晶の話もしたかったけどな、一応しておこうかな。あとちょっとクォーツの名前は何でしたかね、クォーツについてちょっとだけ。